ナイアガラ聖書会議は1884年を除く1876年から1897年まで毎年開催されたキリスト教信者の聖書研究のための会議である。最初の数年はアメリカ合衆国の異なる場所で開催されていたが1883年からナイアガラで会議が開かれた。この会議の指導者はセントルイスの長老派教会の牧師であった。 しばしば座席はすべて埋まり、ポーチも熱心な参加者で満たされた。説教者のかなりがディスペンセーション主義の立場であり、ナイアガラ会議は多くの福音主義プロテスタントにディスペンセーション主義を浸透させた。会議のおける説教の主な協調点は、キリスト、聖霊、聖書、宣教、予言の教離だった。全千年王国説とディスペンセーション進学もよく、 教えられた。サイラス・インガス・ン・スコフィールド、ハドゾン・テイラーなど19世紀後半から20世紀初頭にかけての主要なディスペンセーション神学者のほとんどは毎回会議に参加した。1878年に聖書研究会議はナイアガラ信条として知られる文章を作成した。この14項目ある信仰宣言の第一項は千年王国前のイエス・キリストの サイリンを宣言している。ナイアガラ信条は、ディスペンセーション進学を断言してはいないが、千年、王国、イスラエルの回復、神の裁きによる、救われた者と滅びる者の,の区別等、ディスペンセーション進学の強調点を含んでいる。インパースウト・オブ・ピュアティ、アメリカン・ファンダメンタリズム・シンス1850。 バイデビットオービール ISBN0 から 890843511http コロンスラッシュスラッシュ www.twtministries.com スラッシュアーティクルズスラッシュ4エスコートラジーチャプター 3html ありがとうございます